はい、皆さんこんにちは、あちでございます。三国志3ですね、やっていきたいと思いますね。そうね、深夜ですね。もうね、ちょっとね、15分で大抵三国志3を終わらせるんですけど、まあ、固まっちゃうんですよね。それがすごく気にしてるんで、ちょっとなかなか15分縛りの枠から出れないんですけどね。じゃあね、ここは、悪い人いるな。あ、周太さんがいたんだね。しかし、お金がないんで、開発はやってくれてんのかな。あ、工作、やって、まだ回なしだね、これね。とりあえず移動させれる。ちょっと待ってね。その前に人事で褒美が先ですね。お金がないので、もう11。で、周太さん。さあ、周太さんはもう前線に掘り込みますので、はい、でも持っていきません。持っていきません。ガバッと減りましたね。ここもね、生産国にできてるんで、いい感じではあるんですけどもね。わ。やっちゃおうか。せっかくだから。ちょっとバランス考えながらね、やらないといけないんで、とりあえず2ヶ月200。で、商業もやっちゃいましょうか。せっかくだからって、メンツ悪いな。62、さらに2人が余る。期間はね、2ヶ月だね。でこれで残ったお方、リホーさん。リホーさんはもろブだね、この人。分解にしちゃってっけど。そっか。ちょっと置いとくか。人事捜索するか。はい。2ヶ月ね。はい。長円さんね、行ね。ここはもう言うことがなくて。小規模さんとかは100なんだね。さあ、じゃあね、もうここは29万か。兵雇うよりも生産か。お金になっちゃうんだね。じゃあまあまあ、それでいいですか。はい、翌月の報告ね、人事でね。楊州さん、松園さん、ここね、やっぱここいいわ。ちょっとごめんなさい、もう一度ね。松園さんが大使の方がいいんでしょうけどね。そうなると、ここだったら楊州さん、楊州さん本国に帰らそうか。一回本国で充電だ、楊州さんね。あとの方は、いっぱいだね。カオ兄さん、チョウンさんがいるのか。この人もいっぺん帰らそう。帰らそう。楊州さんもね。で、ここは松園さんにお任せ。そうか。芝居さんも充電するか。充電しの本国に帰るか。諸葛金さんも帰るか。で、投資さんもね。ここもすごいくらいいっぱい人いるね。よし。お金いらないですよ。米もいらないですよ。いらない。充電なんで。はい、どうぞ。と。で、誰にすると、松園さんしかいませんね。大使が変わるとそこまで終わっちゃうんでね、行動がね。ちょっとつらいんですけど、ホビー。もうバッチグ。あとは、4000はお金少ないな。
でもここもうそうそう、ホウトさん追い出そうかって言ってたんですよね。あ、そうだそうだ。あ、悪いね。悪いけどそれなりに上がってきたね。あ、もうちょっと待つか。ということは開発しましょうと。商業ね。よし。この3人でね。はい、100ね。町が繁栄することでしょうと。ロコですね。ロコは、高層子さん。あ、これで、いけんだ。ああ。よし。で、これで雇用さんをこう対象にしたもので、お金いっぱいあるんだよね、もう。1、2、3、4万持っていきましょうか。あとは雇用さんにお任せしましょうと。長安。めちゃんこ兵が多いね。え？ちょっと待って、なんでこんなに集まってんだ？うわー、いっぱい来たね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。考えないといけないや。あ、ああ。そうですね。両毛さん、郊外さんはちょっと訓練足んないんだけど、移動させてもいいんだよね。あとそんなに兵がいるのは後の原因なんだ。あ、西洋さんか。ああ、頑張ってんだね。で、あ、周宗さん帰ってきてんだ。ああ、そういうことね。じゃあ入れ替わりで、やっぱり送りましょう。両毛さん、郊外さんね。はい。うん。で、お金ね、ちょっと持ってった方がいいでしょうね。あ、大丈夫かな？ 1000 だけ持っていきましょうか。米、まあ10万ぐらい。うん。で、同郷土軍馬ね、持ってって。で、炎穂さんが軍師ね。で、褒美ね。1,2,3,4 たんまりいいんだよね。うわー、これはちょっとよろしくないな。ここも長いことなりそうだね。あとちょっとどっか連れていこっか。巨匠分散しよっか。巨匠ぐらいでね、100で今回いっときましょう。宝徳さん以下は巨匠でちょっと兵力を上げて、ああ移動できないのか。そうね、次回だね。じゃあ徴兵していいのかな。徴兵するには4900というお金はね、あまり多くないんですよね。西洋さん持ってるから正義さんで徴兵しておきましょうか。頑張ってんで一度みんな薄めましょう。うん。修造さんも薄めましょう。もう。もう皆さん薄めましょうね。さあ、どんな感じになるのかな。お、4万もあるんだね。で、祖孫さんね。で、この状態だったら、今、正義さんで雇ったんで、西洋さんに1万、馬鉄さんに1万。あー、ちょっとこの人たち危険だな。やめとこう。西洋さんは1万。うわー。あー、ダメだ、こりゃ。全部敵の人だ。もっとね。あー。あー。となったら、一応やっぱり安心できる人たちに持たせましょうか。お、安心。あ、もうお父さん、祖孫さんも長いでしょ、付き合いが。長いからいけるよね。預けちゃいましたけど、一応父さんと祖孫さん見ましょうか。よいしょ。おー、まあ67、57だと大丈夫でしょう。さあ、あとは
軍事の訓練と。あ、81やったらいいんでない？うん、いいね。期間は1ヶ月でいいでしょう。開発できる？あ、できないね。はい、次じゃあ行きましょう。で、ジョナンね。あ、ジョナンもね、もうお金が今ないね。さあ、ここは、あれだね。しばらく、もう夏、春まで待たないといけないかな。あ、霊涼からね、常用に。霊涼の方が武士ないと思うんだけど。はい、平原ね。平原も、なかなか、なかなかね。あ、でも、小職さんだけなのかな。はい。で、ここも、もうしばらくだね。チンリンさんももうしばらくだね。まあ、お金があるんでね、でも、ごっそり持ってかれたんで輸送できなかったんだよね。枝もんで、もう創作ぐらいかな、この人ね。はい。翌月に報告できると思います。